韓国から指名手配されているただ一人の政治家、日本国民党代表、前葛飾区議の鈴木信之です。今日は日本橋の国事務所の外の風景です。もうちょっと向こう行くと兜町の東京証券取引所ね、あそこがあるところで、ちょうどここ交差点なんですよ。カズオスタンドっていうとわかるんですけどね。昨日の街頭宣伝をやった続き、それと明日は1時に神奈川県警藤沢北警察署の前に宣伝会行きます。でそこで河野太郎さんの妹さんもご活躍されてるね、藤沢北警察署が押収したワンちゃん猫ちゃん、80匹がなんか行方不明になっちゃったというね、捜索隊を凱旋車が出します。凱旋車で犬猫捜索凱旋車やります。そういえばさっきちょっと見たもんでさ、犬って要は僕は柴犬好きなんだけど、柴犬って狼に近い種類らしいっすね。だからまあ噛むわねそりゃそうだよね。で猫も昔猫飼ってたらネズミ捕まえてね、来てうちの奥さんに悲鳴あげてたけど、まああれそういう外来種っていうかさ、他の種あれを鳥だのなんだも食うあのなんつうんだっけ、外来種じゃなくて、あれの動物の100種の中入ってんのね、侵略的外来種か。だから危険な動物っちゃ危険な動物なんだ。まあペットとしてもう馴染み深いんだけど、だけどさ、まあ考えてみりゃそうだよね。小鳥でも何でも狙って取っちゃうんだもんな、捕獲するんだよね猫。猫飼いたいなと思ってて今猫を探してるんだけど、うちの周りで猫いっぱいいてね、餌付けしてたおじさんがいるんだけど、みんな大量殺人や殺猫で1匹に10匹とか殺すやつがいてさ、毒撒いて捕まってないんだけど、定期的にそういうやつ出てくんだよね。本当ね。でもまあそういう猫というのはね、犬猫の問題で鈴木は凱旋車で、犬猫80匹捜索対応は明日出します。ぜひね、日本橋事務所から朝スタートしますけどね、1時に鈴木のこのチャンネル見てください。生中継したいと思います。んでね、昨日の街頭宣伝の続きなんですけど、いやさっき梅毒の写真見たらさ、こう手の今若い女の子20代とか多いんでしょ。これからね、手をもしさ握ったりして手見たらぼちぼちだらけだったら、いや梅毒だこの子と思うね。まさか足の裏見してくれって言えないから、すいません、彼女足の裏見してくださいって、足の裏見てぼちぼちやったらやばいしさ、お腹とかね、夏のへそ出しルックとかしてたら見れるけど、そうじゃんや見れないもんな。まあ手のひらとかでして、でも潜伏期間っていうのもやっぱりあるわけだからね、それでみんな今日本に蔓延してる。だから言ったんだよ、鈴木がね、もう6年前に、中国人のインバウンドがみんな梅毒持ってくるぞって、まあ昨日もこういう話しました。だから在留カードみたいにさ、売春婦カードを発行しろって話昨日言ったわけですよ。売春婦カード発行すりゃさ、偽造カードなんかも出るかな。警察も天下りできていいじゃん。公益財団法人売春婦管理庁とか言ってさ、ね、管理機構か。庁だと役所だから管理機構とか言って、警察の天下り、都道府県別に作ってだよ。ね、して、私、売春婦やりたいって言ったらさ、みんな、売春婦カードを登録してさ、で、君はまだ、高校生だダメだ、卒業してからいらっしゃい、とか言ってさ、モグリが出たりしてね。
まあそのぐらいにしてやって徹底的にその代わり、毎月ちゃんと病院行けと、病院行って健康管理してなければカード没収だと。でカードのところにちゃんと記録入れてね。でそのぐらいのことしなかったらさ、もう中国人に散々移されて日本の女性たちもう感染者だら毎年1万人以上出てんだから、もうあとはおっさん40代50代鈴木みたいな年齢のおっさんがさ、その女の子20代と遊んでボンボン広めちゃったから、もう日本中もう手のひらぼちぼちだらけなのがいっぱいいるわけだよね。このぐらいのこと一回やってたよね。やって収まったら廃止とかってやってもいいからさ、でもそのぐらいの抜本的なことやらなきゃ、ダメじゃないかね。いや日本には梅毒は増えてますけれども、その原因は分かりませんって、原因は中国人に決まってんだからさね、入りが分かってんだから入りも遮断しなきゃいけないけども、蔓延しちゃったからさ、その徹底管理で、鈴木は昔からね風俗嬢の人権守れって言ってきたんだから、こういうことなんですよ。風俗嬢の人たちをね、売春婦だ違法行為だじゃなくてちゃんと国で管理して、だいたいおかしいな、特殊浴場行ってだよ、ソープランド行ってたまたま部屋の中入ってお風呂入ったら恋愛感情が芽生えて、で、キスしてエッチして、でお風呂入って出たら冷めちゃって、 湯から出ると、ね、気持ちも冷めてそこで別れたっていうの、一日、風俗場は何もそんな経験するのかって話でさ、ね、そんなストーリーは、でも警察に言わすとそういうもんなんだってことになんなきゃおかしいわけでしょ。そうじゃなくて売春婦カード発行しようよ、売春婦カード、ね、中国人がまた偽造カード作るかもしれないけどさ、でもそのぐらいの抜本的な解決が必要だって。でさっきうちのスタッフとも話したんだけどね、子供をとにかく作るのにさ、今、若い人たち希望がない、希望がないから結婚したって子供を育てらんないよと。そりゃそうだよ、昔親父一人で500万稼いだの、今夫婦二人で500万だから、これじゃ子供作ってる間ないやと。だったら結婚しないで一人で気楽に暮らしてた方がいいやつな、だいたい鈴木の80、50世代で、で結婚もしないで親の年金と自分のわずかな収入で暮らしてるっていうさ、ろくでもない世代だこの世代ね。でもさ、いや金持ちだったら10人子供作ってたよ、何人以上作ったら相続税何割減とかさ、だいたい相続税っていうのもあんまり気に食わないんだけど、いやそのぐらいの抜本的な対策取ってやったらだよ、子供を増やすための、こう導火線を引いて火つけてやる、ね、昔はちょっと金持ちやんってみんな2号さん持ったんだよ、水商売のママさんとかみんな2号さんにしてさ、でこれ別に戦前の話じゃない、戦後もずっとそうだからね、シングルマザー多かったんだよ日本は。なんか知んないけど平成になって貧困法制な日本人になったら不倫がいけないとかさ、鈴木は不倫してないよ、だって奥さん死んじゃっていないから不倫になんないんだけど、だけどそういうバイタリティというか活力というか、男が男らしくないというかさ、そういう世の中になって日本の経済も落ち込んじまったんだよね。やっぱり金持ちの男はどんどん子供いっぱい作ってほしいと鈴木は思うんだけどな、こういうこのぐらいの抜本策をしっかり、政策として誰か学者まとめてくれたら鈴木がそれを訴えるんだけど、鈴木の頭だけじゃまとめきれないからスタッフに相談しようかな。今日はここまでです。